はいどうも、マシマです。アンリアルエンジンを使って理想のゲームを自分で作りたい。そのために僕が描いたキャラクターを 3D モデルできるようになりたい、ということで始まったブレンダー講座、本日は第2回目の収録です。今回も株式会社ヒストリアの黒沢さんに講師を務めていただきます。よろしくお願いします。はい、株式会社ヒストリアアートディレクターの黒沢です。今日もよろしくお願いします。前回はブレンダーの基本的な機能を使って簡単なキャラクターや蒸気機関車の形を作ってもらいました。今回さらに実践的な内容について教えてきたらと思っています。ぜひぜひお願いします。そろそろキャラクター作りたいですよろしくお願いしますよろしくお願いします。素体編と書いてるんですけれども、本当に箱みたいなものでキャラクターの大まかな外見を作ってしまうというところを最初にやりたいと思います。いきなりキャラクターを作り込んでしまうとですね、顔ばっかり作り込んでしまって体作るの大変だなみたいなことになるので、まずは全体の形をざっくり作るみたいな感じです。はい、まずはですね、キャラクター作る前にテンプレートという機能を使いまして、キャラクターのイラストがあった場合、そのキャラクターのイラストをなぞりながら箱とかを置いていってキャラクターのバランスを取るということに入りたいと思います。なので早速ですけど、このテンプレート設定というのをやりたいと思います。うん、僕正面図実は書いたんですよ。それ使いたいと思います。オブジェクトモードの追加の画像というところから参照または背景を選ぶと、イラストとかをですね、ブレンダーの中に直接表示することができます。早速出てきましたね。表示されましたけど、なんか埋まってます。はい、そうなんですよ。これ最初の状態だと埋まってるので、これをちょっと半透明とかに設定できるんですね。テンプレートの画像が掴んでる状態で、プロパティパネルの下から2番目あたりのタブですね。これ、はい。不透明度っていうところにチェックを入れていただくと、これ変えられる、はい。不透明度変えられるようになるんですね。これで 0.5 とかにすれば、まあ見やすいんではないかなと思います。これでも埋まってますよね、なんか四角に。そうですね、斜めに埋まっちゃってるんで、まずそこ直したいと思います。うんうん、ちょっとこの角度とかを直したいので、アルファベットの N のボタンを押すと、N、はい。はい、ここに設定が出てくるので、ここで角度に多分いろんな数字が入ってるんですね。ああ、なるほど。はいはい。はい、ここと、とりあえず一旦0にしていただきますか、すべて。了解です。はい。はい、ゼロだとなんかこう斜めに止まってしまったんですが、これで縦だけ回転にしたいので X90 残り0ですね。なるほど。これ結構ですね、他にもいろんな細かい設定がありまして、例えば今ってこの斜めの状態でもこれが見えてるんですけども、実際にやりたい時って真正面の時にだけこのガイドが表示してくれたら、あとはいらないよってことあると思うんですよ。うん、なので、まあ、平行投影と透視投影の両方にチェックがついてると思うんですが、透視投影のチェックを外していただくと斜めの時には表示されなくなるんですね。ああ、これはい、何も見えなくなりましたね。それでですね、真正面だけ見るとここで表示されるようになるんです。ああ、なるほど。回転すればいなくなる。あとですね、今ちょっとキャラクターの手前にある箱がこんな感じで今不透明に見えちゃってるので、ちょっとこれだと物が置きにくいと思うんですが、前ってとこクリックですね。はい、はい、その状態で大丈夫です。これでですね、キャラクターをこう半透明で表示しながら、これをガイドにしながら作れば、ちょっと 3D の中でバランスを取る必要がちょっとなくなるっていうところがいいところですね。なるほど。今のテンプレートをロックをかけてしまって、間違って触らないようにしたいんですね。はい。で、ロックの仕方なんですけども、アウトライナーの右上の方にですね、フラスコみたいなマークがあるんですけども。ああ、はいはい。ここでですね、押していただくと、なんか上の方に矢印とか目玉とかモニターみたいなアイコンがあるんですが、で、矢印のボタンをクリックすると、このアウトライナー上に矢印が表示されるんですね。されました。はい、この矢印はどういう意味かって言いますと、画面で掴んだ時にクリックできるかどうか、掴めるかどうかっていうのをコントロールするためのものになります。なのでここにオフにしておくと、なんか触ることができない物体になるんですね。エンプティと言われる画像の、そうですね、そこをクリックしていただくと、そうするともう掴めなくなるんですね、ビューポート上で。なるほど。ちょっと角度変わるだけで消えちゃうのやりづらくないですか？じゃあここら辺はもう好みだと思うので、透視投影をオンにして出た方がいいかもしれないですね。そういうことですよね。はい、この辺は純粋に好みだと思います。なるほど。次にですね、ちょっとキャラクターの大きさを今のうちで設定してしまった方が楽だと思うので設定したいんですけども、何かキャラクターの身長になりそうな、ガイドになりそうなものとかを置いて、例えば今あるこの箱って2メートルの箱なんですね。おお。Z の高さだけ、例えばキャラクターの身長150センチにしたいなと思ったら 1.5 メートルにしていただいて、うん、この箱に合わせてテンプレートの大きさを変更するっていうのがいいかもしれないですね。大きさを変えるときはですね、全体変えたいので S キーで変えると多分簡単だと思います。今ビューポートの選択を切っちゃってるんで、今一時的にまたオンに戻しましょう。これか。あと
とついでだからちょっと位置も真ん中の辺に持ってくるといいかもしれないですね。正面図の真ん中がちょうどこの青い線に合うぐらいの位置まで持っていく。高さもちょっとこの赤い軸が地面だというぐらいまで少し上に上げてしまいましょうか。なるほど、大体こんなもんかな。いいですね、ありがとうございます。なんか四角からはみ出しちゃってるけどいいっすよね。そうですね、四角自体はもうこれから消していくので関係ないです。次だからちょっともう箱消しちゃいましょうか。了解です。じゃあ次ですね、早速ラフモデルというか簡単な箱とか円柱とかを置いて手足をちょっとバランスを作りながら整えていきたいと思います。はい、ツリーで物を作るのって結構時間かかってしまうので作り込む前にまず全体のバランス取ってしまった方が楽なんですね。なるほど。後からバランス変えるのが非常にめんどくさいので各バランスを大体の形で取ってしまってからそれぞれを作り込んでいくっていう方がやりやすいかと思います。はい、あとはその箱とか円柱みたいな編集しやすい状態をなるべく維持して最後に体つなげた方が多分最初の頃は楽だと思います。なるほど。早速なんですけどもちょっとじゃあ円柱とかを配置していきたいと思います。シフト A を押してこのメッシュから円柱というのを選びます。はい、これで円柱が出てきたので手とかにするんであればバランス取っていけばいいんですが、うん、最初にですねちょっとお話ししていきたいことがありまして、後からこの分割数みたいなものを例えば八角柱で作ったけどもう少し滑らかにしたかったって思うと結構大変なのでおすすめが個人的にあったりします。ほうほう。それがですね胴体であればちょっと特殊なんですけど18角柱ぐらいで手足であれば12角柱ぐらいがちょうどいいですね。で指とかは八角柱、まあ、これ実際にテレビゲームとかで使ってる時に大体これぐらいで作ることが多いっていうぐらいの感じなんですけど。あ、そうなんですか。はい、まあ、もちろんタイトルにもよるんですけどもこれ使っとけばそんなに少なくは感じないよっていうぐらいですね。これじゃあ市販のゲームでもこういう各種で作ってるゲームはあるってことなんですね。結構多いと思いますね。ちょっとまず手足は簡単そうなので手足の12角柱からやってみましょうか。はい、これ最初にこう作ったこの円柱は何角柱なんだこれ。それがですねこれ作った瞬間にだけブレンダー変更できるんですね。ほうほうほう。なのでこのメッシュから円柱って押すとですね下の方にですね円柱を追加っていう、はい、そこを押していただくと32だ。そうなんですよ、32結構多いんですね。ですね。なのでここを、12とかにしていただくと12角柱になります。おお、だいぶ、そうですね、だいぶスッキリしましたね。はい、これ多すぎてもなかなか作るのは大変だしちょっと少なかったら少なかったで後で増やすのもめんどくさいので、うん、最初に設定するのがおすすめですね。あとブレンダーの場合この1回でもこのクリックを外してしまうともう二度とこの設定ができなくなってしまうので場所変えてから後で数字変えれないんですね。なるほど。なので今設定しちゃいました。でですねこれをまあここのボタンのスケールとか押してもいいですし S キーとかでもいいのでちょっと大きさをこうギュッと小さくしていただいて、これこいつの体になるんでしたっけ。あ、手ですね。手細いっすよ。手に合わせるんですかこれで。太さだけ合わせていただいて。なるほど。こんなもんかな。そうですね、そんなもんですね。高さの変更はですね横のスケールっていうボタン、ああこれスケール、青い軸真正面から見て真上向いてますかね。はい、それであればですねオブジェクトの向きに沿ってスケールをかけるっていう方法があるんですね。はい、ビューポートの上のところにこのグローバルとかローカルと、多分グローバルという字が出てると思うんですけどこれをローカルにしていただくと、あ、はいはい、今青いやつがちょっと斜めになりました。そうするとですねこのオブジェクトの回転の向きを見たままスケールかけることができるようになるんですね。青い軸を引っ張ると腕の長さの方向にだけ大きさを変えることができるので、あ、本当だ、はいはい、あ、これで腕の長さにするんですね。あ、そうですそうです。腕の手首ぐらいまでですか。そうですね、今回は手首ですね、手首にしちゃいましょう。こんな感じかな。はい、以上なんとかできました。はい、ありがとうございます。順番前後しちゃったんですけどちょっと胴体を作りましょうか。はい、胴体はですね、18角柱なのでシフト A を押していただいて円柱を出したらですねすぐにこの頂点っていうところの数字を18にしていただくと、これもちょっとなくびれとか細かいところあまり気にせずにですねちょっとまずは幅を調整してしまって、幅はあの細い方と太い方どっちに合わせる感じですか。そうですね、これどっちでもいいので後で細い場所を細くしてもいいですし、まあ、太い場所を太くしてもいいので、まあじゃあ結構適当でいいってことですね。そうですね、まあ適当で大丈夫です。こんなんでいいかな。はい、次に足を作っちゃいましょうか。足、はい、同じように、はい、足も円柱で12角柱なんですが手を複製してもいいですし、ああなるほど、
手を複製ってでもこともいいのか。そうですね、シフト D を押していただくと複製されます。おお、できた。はい、ちょっと角度変えて、まあ、太さとか適当でいいってことですよね。あ、そうです、そうです、まだ適当でいいです。できました。じゃあですね、早速なんですけど手と足を、ミラーしてしまって複製しちゃいましょう。前回もやったやつのおさらいになっちゃうんですけども、はいはい、まあ、このモディファイヤーという機能を使ってミラーが簡単に作れます。軸を、あ、そうです、そうです、ね、これ足も同じようにってことですよね。足も同じように胴体をミラーの対象にしていただくと、はい、できました。あ、いいですね。次ちょっと頭も一旦球体とかで作ってしまいましょうか。了解です。これも単純に UV 球っていうものでいいので、はい、これもなんとなく大きさだけちょっと合わせてしまって、まあでもこんなもんですかね。そうですね、だって真ん中にぴったり合わせたいんだけど。そうですね、その場合はもう数字をいじっちゃうのが一番早いですね。トランスフォームの1っていうところが、はい、多分数字が入っているので X の値を0にしちゃってください。なるほど、どう0にしては真ん中に持ってくると。はい、おいい感じ。あ、でもこれちょっと今気づいたんだけど胴体も真ん中じゃないかも。あ、なるほど。であれば胴体もクリックしていただいて0。あ、そうですね、0ですね。これさっきのミラーはどうなるんですか、この場合。それは大丈夫です。あの、ここに対してミラーになってるので。ああ、でもいい感じになってる。というわけでちょっとなんかそろそろ完成に向かっていこうと思うんですけども、腕とかが今ただの円柱なので、まあちょっと味気ないと思うので、ここからどんどんこのポリゴンを追加してちょっと太くなったり細くなったりみたいなのを作っていきたいと思います。はい、まずこのキャラクターだとあれですかね、まずちょっと太ももを一回太くしたいですかね。わかりました。足を選択していただいて、はい、でタブキーを押して編集モードに入って、はい、今全部選択されてます。まず選択解除したいので A ボタンをですね2回押してください。はい、それで選択が全部解除されます。次にですね、太ももあたりを選択したいので、太ももに当たるところの辺をですねホルトキーを押しながらクリックします。横の方の線ですね。そうするとぐるっと太もものラインが選択されたと思うんですね。マイナス Y のところを押して正面図に戻っていただいて、そのままですね S ボタンを押して動かすと太さが変わると思うんですね。もうこれでちょっと太ももっぽくなりましたね。そうですね、いい感じですね。はいはいはい、もうちょっとこうどんどん色っぽくしていきたいと思うので、はい、せっかくだからこの太ももにもうちょっとこの強弱をつけましょうか。この画面の左にアイコンがずらっと並んでると思うんですが、はい、そこのアイコンのなんか右あたりを掴んでいただくと、あ、あ、出ました出ました。ちょっと広げていただくと、あ、そうそう、名前が出るんですよ。うんうん、はい、これでですねループカットっていう機能を使います。はい、こんな感じでどこに線を入れるかが出るんですが、今真ん中しか出ないんですね。はい、クリックして上下に動かすとですね、おお、はい、動かせますね。はい、これで刻みを入れる場所を変えれるので。なるほど、ちょっと太もものくびれて初めてのあたりとかをこの辺とか、はい、押していただいて、でそのまま今選択されてるのでそのまますぐに S キーを押してください。おおおおおお、なるほどなるほど、おお、はいはいはい、これでですねどんどんこのエッジを追加してキャラクターの見た目をどんどん整えていくというか。うんうんうん、これもう一個ぐらいこのループカット入れても大丈夫なんですか。そうですね、全然大丈夫です。ループカットの位置をちょっと変えたいなって時はドラッグみたいな感じですね。で離したら決定されると。そうですそうです。でここで S を押すとこういう感じで、うん、あとですね膝とかは実際に曲がったりするので、そこにちょっと、まあ、それ用のループカットを追加していくんですが、ちょっとそこは後でやるので、ちょっと膝あたりは一旦何もせずにそのままいきましょうか。はい、そうですね、あと胴体もちょっと、まあ、くびれとか欲しいので同じような感じでループカットを追加してみましょうか。これ胴体にループカットを追加するときは一回オブジェクトモード戻んなきゃいけないんでしょ。そうですね、一回オブジェクトモードでタブキーを押して戻っていただいて、胴体を選択して編集モードと。はい、そうです。ほほう、これでも簡単ですね。これはそうですね、簡単ですよ、ね、これは簡単じゃないですか。これ一番下の選択どうやるんでしたっけ、この縁。今ループカットモードだとできないので、そうですね、移動モードとかに変えていただいてホルトキーを押しながらクリックです。最初にあの太ももの最初やった時と同じですよね。あ、そうですそうです。でこうやってスカートの裾を広げて、でまたこうループカットに戻してくびれとかを作っていくと。そうですそうです。はいはいはい、
横から見たときはこんな感じなんですけど、そうですね、横の時はまだ全然調整しないのであるはい、はい、でも一応なんかそれっぽい感じになりましたね。そうですね、まあ、次はちょっと腰の位置とかを調整してみましょうか。移動ツールになっているので、それでループ選択ができるので、例えば腰のラインとかをぐるっと選択していただいて、で例えばまあ横から見てちょっと前の方に出すとかすると、こういうこと。そうですね、おお、確かにちょっとそれっぽくなりますね。おお、なるほど。作っていくときはですね、まずは最初このループカットをどんどん使って、まあ、太さのバランスだけ整えてしまうというのが最初はいいと思います、うんうん、おお、なるほどなるほど。あ、これ便利ですね。便利ですね。ここのすごいそばに線を追加したいんですね。なのでベベルを使いましょう。これいくつぐらいの面をこういうふうにすればいいんですか。12画中だったのでその半分だから6頂点かな。めちゃくちゃ順調です本当ですか。